皆様こんにちは、ジョイヒット01の清水です。本日はですね、レズビーズトーンの新曲17番になります。その17番の中で新しく出てくる動き3つご紹介していきたいと思います。では早速、まず1つ目から。まず1つ目が5曲目ピーク3に出てくる曲の動きですね。今回の動き、まずすごいハードなんですけど、名前で言うとジャック・バービーです。では早速ちょっと動きを見せていきたいと思います。まず一連の流れをですね、ちょっとご紹介していきたいと思います。1セット目と2セット目動き違うんですけど、1セット目のコンビネーションがここでエアジャック4回やって、立ち上がるときにタップ4回下やって、エアジャック2回ですね。でジャンプタップ4回、このコンビネーションになります。これをまず1つずつちょっと細かくご説明していくと、足幅、必ず腰幅ですね。でスクワットを意識してから手をつく。でジャンプバックで、この時にエアジャックするんですけど、エアジャックは両足で飛んで両足で着地するイメージで、つま先で床を蹴ります。で蹴ってジャンプしたと同時に少し足を開く。これがまずエアジャック。エアジャック2回やって戻ってスクワットスタンス。これスクワットスタンスですね。ここからもう立ち上がると同時にジャンプ4回、つま先を軽くタップするイメージ、これを4つやるのが、今回のコンビネーションになります。エアジャックの時はこの姿勢でお尻が突き出たり背中が丸まったりしないように、しっかりお腹をしっかりと引き締めて意識してやってみましょう。2つ目いきます。2つ目がスプリントタックバーピーという動きなんですけど、今ご紹介したジャックバーピー、この動きの2セット目、ちょっとさらにレベルが上がった動きのご紹介になります。じゃあちょっと流れをご説明しますね。流れは今とちょっと似てるんですけど、スクワットスタンス、手をついて足後ろ、でさっきやったのが、エアジャックのこれですね。この動きが今度スイッチクライマー、この動きになります。これワンツーやって戻ってワンジャンプ挟んでから2、もう1回いきます。手をついてスイッチクライマー、1回ジャンプして2、正面から見るとスイッチクライマー、1回ジャンプ2、これが2セット目の動きです。この動きも、意識する点はほぼ同じなんですけど、つま先で床を蹴ると同時に膝を胸に近づける。そしてタックジャンプの時は両足膝しっかり意識して膝を持ち上げるように動いていきます。でこの1セット目と2セット目の、かなりきつい動きなんですけど、皆様がスタジオレッスンを参加してこの動きをやる上での目標とするところは、とにかく自分のできる範囲で動き続けて、心拍数を最大限に持っていくっていうのがメインの一応動きになってるんで、ぜひこのトーンをご参加した時は自分の中で最大限に心拍数を上げるようにちょっとチャレンジをしてみてください。はい、それでは次はラスト1個ですね、3つ目の動きご紹介していきたいと思います。3つ目の動きがシングルレッグ&デッドリフト。これをまず1つずつ分けてご説明していきます。これ9曲目の下半身をメインとした下半身の筋トレをメインとした一応動きなんですけど、常に9曲目はプレート2枚、体の真横体側にですね、プレートを持っています。足幅腰幅で調整して、膝を、自分の腰の高さまで膝を持ち上げて、足を後ろに回しながらプレートを前で、プレートで軽く床タッチで戻っていく。これが今回のトーンでのデッドリフトになります。もう一回いきますね。ここから足を後ろに回したと同時に体を骨盤から前傾させて、プレートを床軽くタッチして戻っていく。できる方はぜひチャレンジしていただきたいんですけど、後ろに足を伸ばした時に膝とつま先しっかりまっすぐ伸ばしながら、体がTの字に近づくイメージで、これがコンビネーションになると6回パルスランジから6、5、4、3、2、1で持ち上げて戻っていくという動きになります。でこのコンビネーションの時は常に意識するのは低重心、この低い姿勢の意識のままさっきのデッドリフト、この動きに持っていくっていうのが大事なポイントになってきますので、かなり下半身ですね使うことになるんですけど、ぜひチャレンジしてみてください。はい、ということで本日はレズビーズトーンの新曲、動き3つだけだったんですけど、まだまだ他にも今日にしか出てこないような動きとか様々あるので、ぜひお待ちしております。ちょっとレッスンの時間ですね、日曜日から木曜日の13時半に移動したので、皆様のご参加これをお待ちしております。それでは本日は終わりたいと思います。ありがとうございました。